ちゃ。こんにちは。はい。豊さん。はい。ということで、そうですね。もう書いてある通り。まあ西川春樹楽天に決定、はい、近日発表かということなんですけど。はい。ちょっとそのようなニュースが飛び込んできましたが。まあそうだね。ちょっとね。まあ巨人は撤退というふうに書いてるけども、うん、なんかこう条件面で合わないというか、はい、まあそういう感じでね書かれてたけども。はい。もうノンテンダー発表になって1ヶ月あんまり。そうだね。はい。で、まあ行き先が、うん、まあ太田大志は決まったにしても、他の2名が決まってね、その中のまあビッグネーム西川がね、はい、まあ、どこに行くかっていうところを注目してたんだけども、はい、まあ巨人が撤退、折り合いがつかずという、まあ金銭面なのかなって思うけど。まあ、条件でということでしたけど。そうだね。でも西川の立場からしたら条件面を言えるようなそんな立場じゃなくて、なんか来てくれるところをに対してまあ誠意を持って話してみたいな。まあでもお金は必要か、背に腹は変えられないか、まあ、お金だけじゃないと思うけどね。まあ、まあ、条件っていうと金額面だったり、まあ主にそうだよね。ただまあ西川の話からするとやっぱ慣れ親しんだパリーグの方で、うん、まあ、やりたいというようなね、うん、まあ、意向もあったみたいで、うん、まあ確かにね、移籍してまたその違うピッチャーを研究して打っていくっていうのはやっぱ大変なことなんだけども、うん、まあそういう必要性がない、パリーグであれば、うん、まあすんなり入っていけるということだよね、うん、やっぱそのあたりも大きい要素ですね。まあまあ要素は大きいよね、うん、だから俺もセリーグからパリーグに移籍したことあるけども、はい、やっぱ全く分かんなかったもんね。最初はピッチャーの質だとか、うん、システムだとか、うん、まあ移動にしたってさ、どういう風にして移動するのかっていうことも分からなかったし、ね、在来線乗るのみたいな、そういうこともあったしね、はい、パリーグの球場っていうのはちょっと離れた位置にあったからね。まあそういうところで楽天がどういうところに目をつけたか、はい、ね、で楽天今季の戦い方って見てるとさ、はい、やっぱね1番バッターとまあ盗塁、うん、まあそういうところに非常に苦労してたんだよね。でまあ西川の一番いいところっていうのは盗塁の成功率、うん、で今年いくつぐらいかな、50個前後だと思うんだけど楽天の全体の数字がね、はい、でも西川の足をもっとすればそのぐらいは一人でやってのけるぐらいの脚力を持ってるし、盗塁のなんせ成功率がものすごく高い。300個以上走ってる歴代のそのメンバーから見ても歴代1位なんだよね、成功率が。で、まあ、もっと数字が多くなれば500とか600とかなってくれば、うん、この数字は下がるにしても、はい、まあ、311個走ってて今まで通算でね、8割4分7厘の成功率っていうのは相当な数字だよね。だから失敗しない選手っていうふうに思ってたんだけども、はい、まあまあこう足は使えるという、うん、一番をやっぱり打たしたいと思うんだよね、うんうん、そうなってくると出塁率はどうなんだという、はい、でまあプロ11年間なんだけど3割8分あるんだよ、うん、3割8分って相当高いからね、うん、これは11年間の通算だから。で3割8分あるということは楽天にとってみればやっぱ素晴らしい一番を得るということになるんだよね。で3割8分で出塁して盗塁成功率が8割4分7厘だともうほぼ確実に進む、まあそうだね、まあ塁に出て前にランナーがいなければ ノーアウトで出た時にね盗塁出す、うん、まあ、成功率が8割4分7厘あるんだったらノーアウトランナーセカンドに行くっていうことだよね。そうですよね、うん、だからそういう確率が高くなったということだよ だよね、うん、ということは得点力が上がるということだよ、はい、必然的にね、うん、で今年楽天を見てると小深田と山崎っていうのが主に1番を打ったんだけどもさ、うん、やっぱり2割5分ないんだよね。出塁率が打率が小深田っていうのをね、はい、で今年西川も2割3分3厘ぐらいしか打てなかった、はい、まあ悪かったんだけど、うん、でも彼の持ってるポテンシャルからするとまあそんな数字っていうのはまあ論外だし、うん、まあそのやる気を持ってやればねもっと高い数字は残せるしね、うん、だからもう格好の1番になるという、うんうん、まあいいところに目をつけてたなっていうような、うん、まあだから
お金も相当出すんじゃないのかなっていうふうに思うけどね、争奪戦になってた、水面下ではなってたみたいだから、はい、まあ、それで楽天の主な外野手って言えば、はい、まあ、島内、うん、まあ、こうあの島内はもう打点を取ってるしね、はい、まあ、これもう1枠は埋まってるわけ、うん、で辰巳も10本ホームランを打ってるという、はい、まあ、ちょっと打率は悪いんだけどさ、うん、で岡島が2割8分ぐらい打って、うん、まあ、勝負強さがあるという、でじゃあどこに入るんだというこの西川遥輝が、はい、まあ、センターかなっていう、うん、で今年日本ハムは西川遥輝をセンターからレフトにコンバートした、うん、これはなぜかというとやっぱ肩の問題があったんだよね、うん、やっぱボールを投げれない、はい、強くない、うん、でそうなってくるとじゃあ誰がセンターやるんだって言ったら辰巳が抜群に守備がうまいんだよ、はい、肩も含めてここは外せるかっていうことなんだよね、うん、だから非常にまた大きな問題を抱えるのかなという、それと楽天は左バッターこれ全員左だから、はい、でまた左が入った、はい、うん、でサード茂木が左で山崎左、浅村右、うん、鈴木大地左、これ左ばっかりなんだよ、すごいですね、いやだからまたバランスが悪くなるのかなっていうような、うん、そんな、まあ、印象は受けるけど、そういう懸念材料もあるけれども、それと引き換えてでもこの、まあ、一番バッターが欲しかったんだろうね、うん、だからまあ近日発表になるとは思うけども、だからどういう布陣に外野手がなっていくのかということなんだよね、うん、そうですね、これ、うん、あれですよね、外野手っていう守備を持って、うん、まあ、DH とかそういったことではなくて、うん、だからまあ確かに、まあ、その島内を DH にしてレフトを開けるとかいうことも考えられるよね、うんうん、だから誰を DH にするのか、 DH に、まあ、西川遥輝を DH にし、一番 DH でもう別に構わないわけだから、ね、だからもうとにかく守備のことを考えずにもう打つことだけ、出塁と盗塁の成功率だけを考えてやってくれっていう手もあるよね、うん、まあ DH がある分だけ、まあ、使い勝手はいいかもわかんないよね、だから巨人が撤退した折り合いもつかなかったっていうことは、うん、やっぱ守備の面とかいろんな面を考えた時に、うん、ちょっとお互い双方がやっぱ負担を強いるというところで、撤退をしたのかもわからないし、お金以外にね、うん、うん、だからまあパリーグは DH がある分だけ出場の機会っていうのも増えるよね、うん、そうですよね、だからまあそういう面でもパリーグが良かったみたいなところはあったんでしょうかね、まあ、あるよね、だからまあ DH って言ったらさ、イメージ的にホームランを打つとか、そうですよ、そういうイメージがあるけども、うん、でもまあ一番 DH 西川遥輝、うん、これでも十分いけるからね、そうですよね、うん、だから攻撃の中での一つの駒ということで、うん、どういった選手を DH に置くかっていうのもまたこう一つの楽しみというか、まあそうだね、作戦の一つという、うん、だから辰巳っていうセンターはさ、はい、やっぱ楽天からすると外せないんだよね、やっぱ守備範囲も広いし、うまいしさ、肩も強いし、で島内岡島っていうのがさ、はい、両サイド守ってると、うん、やっぱりちょっと守備が不安なだけにね、辰巳の守備っていうのは大きいと思うんだよ、うん、だからまあ俺が考えるには島内を DH にして、はい、レフトに西川、はい、西川のか投げれないけど守備範囲が抜群に広い選手だから、うん、足速いからやっぱ盗塁ができるようにね、はい、だから辰巳と西川が守れば左中間は大体取ってくれるというような、うん、そういう印象があるんだよね、はい、うん、だから島内が DH になるのかなっていうような、うん、まあ、そんな感じするよね、うんうん、まあ、西川の足守備範囲、まあ、投げれないにしてもそこら辺はやっぱ使っていきたいところだよね、うんうん、だからまあ、うん、格好の一番、まあ一番バッターを得るとさ、やっぱ得点力は上がってくるし、うん、で今年のねチーム、うん、優勝チームを見るとさ、はい、やっぱ塩見がやっぱ一番で育った、うん、まあ、これがやっぱチームを牽引した、うん、で福田、ね、交流戦の時に5割ぐらいの出塁率を誇った、はい、交流戦優勝した、そのまま勢いを持って優勝することができた、やっぱ一番って大切なんだよね、うんうん、だからそういう意味からすると西川っていうのは、まあ、楽天にとって非常に救世主となる可能性があるよね、まあ、西川遥輝、ね、楽天に決定か近日発表か。
巨人は撤退ということなんだよね、うん、まあ同じパ・リーグの方が、まあ、働きやすいっちゃ働きやすいかもね、うん、まあ一からまた研究をし知らない人たち、ね、今は知らない人たちっていうのはいないと思うけども、はい、まあよりパ・リーグの方がやりながら知ってる人たちっていうのは多いしね、まあ、まあね、その方がいいのかな。球場なんかも慣れた球場で試合するっていうことで、もちろんもちろんそこもだいぶ違いますね。だいぶ違うし、移動していったってさ、ね、慣れ親しんだところとに移動していくわけだから、まあそこら辺を考えるとやっぱパ・リーグを離れられなかったっていうのはまあ分かるような気がするよね、うん、まあ太田大志はまあセ・リーグに戻ってきたわけ で、出戻りみたいな感じだから、はい、太田大志はね、だからまあセ・リーグはセ・リーグで太田大志も知ってるし、はい、まあ、西川もパ・リーグ畑で育ったからね、うん、まあ、パ・リーグにやっぱり残ったのかなっていうような気がします。はい、ね、まあでも本当にいい選手なんでね、うん、注目してるし検討願ってますよ、うん、はい、はい、頑張ってください。